さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の16日12時26分、電波でいろいろカコちゃんや、フミート様とかに聞こえてきたりしていたと思うんですけど、体温の方は僕に来たり、フミート様ので、その仕組みなんですけども、あのスポーツの勝ち負けをしている時、まあ嫌をざるえなく、あのテレビをつけてなかったも付け合わせる、インターネットを見てなかったもっていう現象が、パリオリンピックでありましたと。で、そのシステムのところでね、どんなことになってるかって言ったら、これ仕事が原因なのか自宅が原因なのか何なのかよくわからないんですけども、例えばこの部屋から、あちらへ 台所へ移動するときのその中間のところで電気消えてますよね。で、そこを通ろうとしたら、そこに行くまでに、まあ、例えば、これぐらいの位置ですね。ここでもうすでに逆のことを電波が頭の中に伝えてくるんです。で、それを A3、B3、C さんの話を昔したと思うんですけども、それを中継地点として別の誰かが聞いてしまうと。まあ、公共球児の人たちとかでも、そういうことはあったと思うんですよ。で、基本的に髪の毛染めてる人間は違うことが聞こえてきます。これ文章化して僕のホームページにも記載してるんですけども、それ各自皆さんノートつけてちゃんと覚えてください。そうじゃなかったら身勝手に現れるから。これは不良化なんですよ。髪の毛染めてるヤンキーか不良化で、エロ業界の人間の実態なんですよ。浮気ばっかりする。で、髪の毛染めてない人間が、じゃあそれしていいかって言ったら、相手が嫌がってるっていうことを表明してるのにそれしてしまうと、法律の世界がそれアウトなんですよ。完全に。普通に家に会いに行きなさいっていうことで裁判所ものすごい叱られますよ。相手が皇族だからそれをなかなか言うような人はいなかっただけで、僕みたいに腹割った話で、ストレートに本当のことを言ってくれる人の方が絶対いいです。なぜなら、あなたたちはその方法でいろんな好きな人たちを潰してるから。で、あとボーイスカウトの時に隣に座ってた男性だと思うんですけども、髪の毛茶色に染めて、また僕の横を通りました。そこの藤原谷のところでね。だと思いますよ。その人物だと思いますね。あと、カコちゃんにそれがあっちがとか、笑いながら、動画で確認したらいいです。自分がうつむいて、ビニール袋のところ、学生に黒い服着て、何か作業をしてましたけども、そこで眼鏡をかけた男、あの男も昔から僕に会いに来てるんですよ。僕は20歳ぐらいの頃から。で、まあそういうふうなことを、言うっていうようなことを、ずっと繰り返してる。で、それについて、良かれ悪かれはあるにしても、その男も笑いながら言ってる以上楽しんでる。これが君たちの作ってきてしまった世界で、真面目な世界じゃないのよ。で、それについて、真面目に向き合わなきゃなんない。NE の残存量を考えた時にね。で、まあ、フミート様の体温も昨日の晩来てたと思うんですよ。多分、そうでしょ。もしかしたら、それも時間軸超えてしまってます。もうそれだともう僕もお手上げなんですけども、特別僕が撮ろうとしてるわけじゃなくて、まず電波でね、だから家の中で電気消してるわけじゃないですか。じゃあ電気消えてる状態の時って嘘が聞こえてくるわけじゃないですか。で、何か、その内容も何だったかもう覚えてないんですけども、聞かされて、でそれを、まあ、そう思い出した、ラルク・アンシェルのドラムの小倉幸宏、まあ、彼もともと同級生なんですけども、小学校の頃などの、彼一回髪の毛染めてここ通ってるんですよ。でそこで声かけてどうなったかっていうところなんですよ。普通に声かけたんですよ。小倉やろうって。だけども返事なかったんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、それが原因なのか彼が髪の毛染めてることが原因なのか僕は分からないですけども、けどまあ今までの
内容を見ると髪の毛を染めてる人間で、電波で違う内容が聞こえてきてるなっていう人間は、ただ見受けられます。スポーツ界でも。で、その小倉幸宏の場合、だから、昔もこの話になったんですけども、守るために、何かそういうふうな、作動はしてるのか、何なのかよくわからないですけども、だから、天皇家の方が悪いみたいなことを小倉幸宏の声を使って言ってくると。で、それで、人様の、いやもう子供の頃のことだったら、親に責任があるだとか、こちらもいろいろ考えるわけじゃないですか。それ、物事を収めようとしてですよ。だからコンピューターにはそれは通じない。で、そこの目的が何なのかよくわからないんですよ。本当に。何目的でそんなことしてるのか。別に僕、文人様の体温なんか求めてないですし、それによって、文人様の体温こっちに来てるんですよ。で、文人様に体温を返します。粟井慶介ですっていうことを、述べてるんですけども、ここの声、それ届いてますでしょうか？届いてないですか？それとももう文人様が寝てる時に起きてる現象だったとしたら、もう遅いですよ。なんか、一時は回ってたと思いますね。だから、そういうふうな内容で、なかなか寝させてもらえないような状況とか作られていて。まあ、これは、かこちゃん善意で言ってるんですけども、もう絶対、僕に電話をかけて、日付決めて、会いに来る、会いに来ないを決めるんだったら、これはいいです。で、一応聞こえてきてる声は、かこちゃんたちの声で、多分僕に電話をかけたんだと思うんですけども、電話かけたけども繋がらないっていう、いつの頃の音声かわからないですよ。今日じゃないでしょ。昨日じゃなくて、聞こえてきたのは昨日だから、昨日今日のことじゃなくて、もっとだいぶ前からでしょ。だから僕は精神病院入院させられてる時ですよ。電源も常にオフの状態になっていて取り上げられてますから、携帯電話。で、この間のアキコちゃんの様子で言うと、もうアキコちゃんは絶対お断りっていうことに僕はしたのは、それは、ものがね、髪の毛を染めて金髪状態で来て、僕は声をかけても無視をする。周りは大通りで車がたくさん通ってるから、ある程度大きな声で言うしかない。で、こっちはもう切羽詰まってる。その日睡眠時間も2時間しかなかった。前日とも、睡眠不足にさせられてる。これはどういうことだと。エネルギーの残存の問題とか、本当にもうどうでもいいのと。結婚問題はっていうことを、大きな声で、しっかり聞こえるように言いましたと。で、ジョリーパスタという、パスタ屋さんに、営業時間朝の11時からって書いてるのに、こうドアガチャガチャして入ろうとしたりだとか、もうおかしな行動ばっかりしていて、で、ちょっと何してんの何してんのって、空いてないからっていうことを言っていて、で、携帯電話を取り出して、もうその時もう手こんな震えてる状態だったから、ああ、もうこれ警察に電話するだろうなと。で、こっから先は問題なのは、警察の人たちが、しっかりと法律を分かっているのであれば、あきこちゃんが悪いっていう判断がつくんですよ。だけども、社会的地位しか気にしない人間は、そのまま、もしくは僕のことを、精神病院入院させて隠蔽したがってる、特に今裁判近いから、全てがバレたら困るとか思ってる人間。ちゃんと僕も裁判所に事情を聞きますから、どうなってましたと。で、それで、皇室に従わないような内容の時はどうなりましたかとか、電波で聞こえてきてとか、それちゃんと聞きますから、相手の事情も。で、もうあの手震えてる状態も絶対、警察呼ぶ状態。それはなぜかというと、世界的に見るとエネルギーの残存の問題とか、いろんなことが台風消滅とか、僕は事故になって行ってるのに、絶対そんなことしちゃダメなの。インベアンって精神病院。で、あの子何回僕に関わってきて、精神病院に入院させようとしました。たとえ皇室のな、あ、皇室所属の人間であったとしても、変な生き方してる人間いますよ。それは皆さん理解してますか？一般人の方に向けても言ってるんですけども。
それも昔一回指摘されてるんですよ。だから安倍政権の頃に安倍さんたちにチェックされてたんですよ。で、それで変なコンボばっかり回されてたのかもしれないですね、海外に。自分たちの方でも手に負えないし、どこかの、どこの国を訪問した時か忘れましたけども、それが本当にギリシャかどうかわからない、ギリシャと書いていても。嘘とかを対応されると、屏風でね、馬の絵が描いてる屏風だとか、能面って言われる、面とかを飾ってるようなもの、そういったものを日本から送りつけてるでしょ。で、あれってね、その他の話って、その国がギリシャだったかどうかわからないですけど、他の国だったかもしれないですけど、それ昔から皇室を行ってしまってるんです。僕はもう二十歳ぐらいの頃から知りました。一時期テレビ局ではそういう余計なものを作らないようにしようだとか、そういうふうな動きになってたんですよ。そんなの作ってもしょうがないから。意味がない。顔隠すっていうことは何か悪いことしてる人。表現技法じゃない。昔からそう。で、まああまりたくさん言いすぎるとわからなくなると思いますけども、これ、電気消えてるところを僕は歩こうとしたら、電気がつくまで違う内容をコンピューターが言ってくる。それは多分スポーツのある時間帯だと思うんだけども、これも、何要因なのかもわかんないですよ、本当に。だって僕、スポーツ業者から一銭ももらってないし、今までの件とかを考えたら、聞こえてこなきゃならない相手は別だから、本当は。で、ある程度僕はホームページに記載してるところが原因かっていうと、そういうわけじゃないですよ。ああいうのを記載する、皇室どうこう、佳子ちゃんの公務がどうこうっていうことを記載する前から、もうずっと同じなんですよ。そのルールなんですよ。だから僕が二十歳ぐらいの頃、フルーツラーパークの頃からそうでしたし、でもその方向で行くとどうなるかって言ったら、電気家の中全部つけっぱなしにしなきゃなんないでしょ。それ多分裁判妨害なんですよ。その機能って。だからスポーツ業界としても訴えられた、これ本人の、例えば阪神タイガースの人たちだったら、まあ人権的な部分はもう絶対払ってくるだろうし、それも言ってます。矢野監督の時から。で、ただ河川水門開式玉発電までつなげようと思ったら、これぐらいの金額を投資してもらえませんが、投資してもらえませんかとか、そういう話になります。で、それも純利益が出てる会社しかできないことなんですよ、結局。で、今、コンピューターが岡田監督の声を使ってきて、君が入院っていうことを言ってきてるんですよ。今回も電気ついてるんですよ。今度仕掛けてる内容で、だから会社が、会社のコンピューターなのか何なのかわからないですけども、相手を脅す、脅迫することによって、裁判をさせないようにして、会社のお金を守ろうとする。で、そこには価値がない。エネルギーの残存問題の方が上だから。で、エネルギーの残存問題がなかったとしても、人にそういうことしちゃダメだから、コンピューターの世界自体が、過度の違法行為がまかり通ってしまっていると。阪神タイガースの監督とか、オーナーとか払うって言ってるし、今まで何回か、唐突にね、仕事場に、我々がお金払うからとかいうことを言いに来たこともあったんですよ。だけども、書類とかもなかったし、相手はどこの誰か、僕は認識まずできないんですよ。オーナーの人たちとかだったら。まず表立って姿がテレビに出ないじゃないですか。だからわからない。で、監督を経験された吉田芳雄さんが来たことありますけども、普段みんな帽子かぶってるじゃないですか。帽子取った状態で来ても、わからないですよ。名前名乗ってもらって、阪神タイガースの監督をしていたっていう、そこまでの話聞いて、テレビでもちゃんと放送して言ってると思うけども、僕もともと背あんまり高くないからとか、そういうことを聞いて、僕は記憶の中でね、
ああ、そうだった、そうだった、吉尾さんって背あんまり高くない人だったっていうことを思い出して、ああ、吉尾さんですかになるんです、やっと。もうこんなもんなんですよ、世の中。有名人っていうものは、例えば阪神タイガースの選手だって、阪神ファンの間だけで有名人であって、他球団のプロ野球ファンで、その球団ばっかりを応援してきていた人からすると、阪神タイガースの選手を覚えるときがあるとすれば、日本代表に覚えたとき、選ばれたときぐらいで、それ以外の選手を覚えれるかって言ったら、まあ、本当に野球好きの人が数人覚えるぐらいの、その程度なんですよ。で、顔までみんな覚え出せるかって言ったら、結構顔が変わってたりするときとかは、人間みんなありますから、それはそれで、本人の思い込みなだけで顔を覚えれるかって言ったら、もうその現象がある時点で顔を覚えれないと思うんですよ。だからちゃんと名刺とか渡して、名前と住所、電話番号とか連絡先とか明かして、しっかりとこう電話連絡とかが、つながるように。しなきゃならないっていう状況で、っていうのはね、この間、14日の晩21時過ぎに、カツ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 音を鳴らしながら、まあ、音が鳴る靴と言ったらいいんですかね、そういったものを履いて歩いてる女性がいまして、まあ、これ女性かと思って見た男性だったっていうこともあるんですけども、一瞬こっちが頭の中で、カコちゃんかなって思ってしまったらどうなるかって言ったら、もうコンピューターがそれで攻めてくるんですよ、ずっと。なんで会わないのだとか。もうこういう状態。これを本当にカコちゃんが覚えといてほしい。メモして。で、できればどの動画を覚えておかなきゃならないのか、どの欄のどの動画っていうような形で、それを覚えておかなかった。文章だけだったら、こういう映像じゃなかったら感情表現が伝わらないから、相手がどれぐらい苦しんでるとか、どれぐらいしちゃいけないことをしてしまったんだっていうことが、これが自分の中で認識力として持てなくなる。で、黒い服を着てるからといって悪いことをしていいわけじゃないし、黒い服を着てるから、まあまあ分かりやすく言うと、黒い服を着ていて、極端な話、今時言いませんよ。人刺して、じゃあ捕まらないかって言ったら捕まります。黒い服着ていようが何しようが、言った内容っていうのはその通りの内容であって、した行動っていうのはその内容の通りのことであって、で、まあ、一部の映像でね、ちょっと寝転んでいて見た時に出てきていたのが、もう題名で先についてましたから、カコちゃんがね、そのボーイスカウトの男の子たちに、カレーを作って振る舞ったと。ガールスカウトならまだマシとかも思ったんですけど、ガールスカウトもやめといた方がいい。ボーイスカウトも。そこで一瞬つながりができてしまってるから。その後そこからどんなトラブルに発展していくかっていうのは、もう僕の人生見たらわかるはずなんですよ。子供の頃から他にもいろんな人間が会いに来て、スポーツ関係で、日本代表とかになってる。で、お金の支払いがない。一番めちゃくちゃな例を言うと、安藤証券。2019年。天を仰いで、あれの相手なんか知られへんわーって、高笑い。僕に向かって聞こえるように。大笑いしてるんですよ。本物の大バカ者。後で自分たちが株を動かして、手数料入ってきて金稼ぎができるっていうのが、未来からの情報で聞こえていたかもしれないし、聞こえていなかったとしても、そうなっちゃうんですよ。未来でそういう現象があるとき。でも、それって、もう全部筒抜けになってしまうと、こっちの方なんですよ。捕まる。やりすぎ。根拠ない。日経平均なんかもう2万8000が限界です。50年以上前から少子化続いてるんですから。で、アメリカもやりすぎ。向こうの株価なんか4万ドル。ない。価値。全くない。3万3000が限界。で、ずっと人口は少子化続いてるか、世界中で。下がっていくだけの要素ならあります。だけども、上がる要素なんかどこにもありません。
上がっていくということは過度のエネルギーの消費につながるということであって、それを早く人類を滅亡させるというルートであって意味がない。国が株の空売り状態、無残な金額で一気にガツンと何千円も下がるっていうことは、国がお金を動かしてる。もう余計話がややこしくなる。株なんかなかった方がいい、最初から。だから状況っていうものを、かこちゃんの方には深く理解していただきたいのと、まあ、そちらも、その、ふみとさんも、体温だとか、かこちゃんの体温とかも来たりとか、あとは取り付こうとか、でも、だんだん、かこちゃんの声なのか、誰の声なのか、わからなくなるのよ、こちらは。本当に、頭の中でちょっと動いたりしただけで、違う人間の声に書き換えられたりするの。無理だから。そんなルール作られたら。誰に取り付かれてるのかわからない。だそんな方法を使われたって、僕、外に出ないから。危険すぎるから。で正直、そのカツンカツン、2日前に歩いていた人間の後、変な奴がいっぱい現れてる。髪の毛染めてる人間とか、喧嘩売りに来てる。時間、例えば、日付は今日という形になるか、今日って言っておきますけれども、夜中の2時50分とか、次は次へと。でそいつはもう仕事してなくて暇だから、原価売りに来ることが趣味になってる。人口の絶対数と、人口の絶対数を知ったとき、じゃあ仕事あるって考えてしまうのは大バカ者で、周り見てみなさいと。家の件数と仕事がどちらが多いと思ってるんだと。ないよと。最初から。で、ほとんどの仕事が低賃金。だから公務員の人との格差があまりにもありすぎて、公務員の人のその感覚で政治を抑えたら絶対ダメなんです。その低所得者のその収入で考えなきゃならないし、この間見た記事でその手取りの方で年金一月15万円までたどり着ける人の年収はじゃあどれぐらいあったらたどり着けるのか、まあ厚生年金保険料の掛け金が収入によって変動するわけじゃないですか。だからある程度の収入がなかったら、厚生年金高い金額かけれないんですけども、500万円年収。無理です。そんなお金手にしたことありません。不払いとうんぬんで、300何十時間とか一月、それ半年間させられても、僕は1年間の年収400万円到達したことないんですよ。不払いとかやられるから。そういうこと込みでね、かこちゃんとかと、その、早い段階で話し合いをしておかなければならない。で、悠仁くんに関しても、こういうふうな知識っていうものを早く知っておかなければならない。日本ってそういう国だったんですかっていうことで。あんまりどこの会社もきちっとしてない。それは、六法全書の内容とかが、矛盾する内容もあれば、どう受け止めたらいいのかわからないような内容もありますし、で、六法全書に記載している内容とは違う内容の表とかを政府は作ってしまってるんですよ。でこれは例えば労働基準局とかに行った時に、いや、六法全書ではこういうふうに書かれていますと。この表って、六法全書とか、まあ、現行法規、現代日本法規で、書かれていた内容通りにこれ制作されてますかと、この内容書かれてますかって聞いたら、いや書かれていませんっていう答えだったんですね。だそれはその人と少し話し込んで、どれぐらい矛盾のある内容を政府の方が作ってしまってるのかっていうところと、その記載してる文章の通りに受け止めたらいいんですよ。それ以外の表なんかいちいち作らなくていいんですよ。だから法律内容についてもうちょっと話も長くなるからやめましょうか。これぐらいにしておきますね。かこちゃんも
変な方法で会いに来ようとしないでください。共同訴訟人、ホームページ、淡井圭介の履歴、今まで記載している文章のところで、ところどころ追記とか入れてるんですよ。で、それ読んでもらったら分かる通り、共同訴訟人という形が本当は一番いいんです。補助参加人、参加人とかでも、僕の隣に座ってくれるんだったらいいですよ。そしたら受け答えができますから。そのね、共同訴訟人の方が、補助参加人とか参加人の場合よりも、共同訴訟人の方が、その効力は強いというか、補助参加人とか参加人って途中で逃げれるんですよ。それされたら僕、今度どうしなきゃならないかって言ったら、190条の方の、もう証言者として自分が今までどんなことを言ってきて、どういうことをしてきたか、もう喋りなさいと。その方向になるんですよ。本当に時間かかるばっかりだから、普通に会って話し合ったらいいことだから、お金もかかるし、裁判所の傍聴席にはそれは人入ってもらいますよ。そうじゃなかったら、第三者としての、機関っていうところが聞いてないことになりますから。それ、裁判官が拒んだら、他国の人たちに、その映像を出すように、求めますから。出てきますから。で、もう他国も同じだから、裁判所内の映像とか出てきてるでしょ、他国の。日本国内の放送で。それしてもらって、動いてもらわなかったら、抑え効かなくなるから。権力の方が強すぎて。その仕組みですね。僕も別に文人様の体温とか、佳子ちゃんとかの体温取りたいわけじゃないんだけども、そういうふうに体温が来てるっていうことは、例えば今年の2月のバレンタインデーの手前の頃の時期の、私が入れるっていう力強い佳子ちゃんの声とかで、体温が僕の方に来てましたけども、あれ本当の本人の意思ですか？それも裁判所で言った方がいい。今のうちも一時停止してメモしておいた方がいい。それで何か裁判所へ物事を進めて、その電波の世界から防御網を作らなかったら、僕なんかもうスポーツの勝ち負けで体温の取られ方がひどすぎるから、例えばもう水しか飲んでないのに、1時間にお手洗い4回とか、夏場でも、この間のパリオリンピックの時とか。もうそれはほとんどどういう状況かって言ったら、人殺す方法に変わってるから、だからもうそれはもうやめなきゃなんない。で、昔からそれ言ってるけども、やめないのが政府で、これはもう本音で話してもらわなきゃならない。その稼働の仕方として、政府でコントロールできてるのかできていないのか。じゃあもう要因は何かっていうことを考えていくと、例えばメジャーリーガーとして、日本人が、海外に行ってますと、全員日本に引き上げてきなさいだとか、本当の人口もこうだからと、わざわざ海外に行く必要なんかないからと、例えばヴィッセル神戸でイニエスタっていう選手を日本に来てもらいまして、で、一時期一番売り上げがあった時、100億円を超えましたと。それ放映権料とか、海外の放映権料とかある程度入ってきたりとかしてるんですけども、出してるお金とかも、イニエスタ選手を移籍するんだったら、あれ1回の契約で30何億円なのか、40億円近くなのか、どうやら本当に払ってたみたいなんですよ。だからそれは放映権料のことで、プラスマイナスすると意味ないんですよ。だから経済番組の悪いところは、その一面だけをクローズアップして放送する。いくら支払って連れてきましたって、それアナウンサーが笑顔で笑いながら言ってるでしょ。笑顔で笑ってるっていうことを、笑いながら言ってるっていうことは、それ間違えてるんですよ。裁判所でも同じだから、
初期化の人とか、笑いながら言ってる時は初期化の人が間違えてます。それ相手をバカにしてる行為だから、笑って言っちゃダメ、絶対原告の人に。真面目な顔して言わないと。精神的な辛さとかそういったことを考えられなくなった人が裁判所で勤務しちゃダメで、あんまり大した件数ない、一月で神戸の簡易裁判所と地方裁判所、あと刑事事件も含めて1ヶ月で100件ないです、開始される裁判が。あの人数で仕事していてですよ。弁論が何回も一つの件で、行動弁論とかが、開催されて、それからまあさまざまなことがあって、判決になるんですけども、一件の裁判で何ヶ月もかかるものなんですよ。長い時は1年とか超えるらしいですね。まあ裁判所の方は調べたりするのに時間かかるっていうのがあるんですが、ちょっとまあ話また長くなってあれだと元戻しますが、その暗いところ通っただけでもうそうなります。だからもうコンピューターのその設定の仕方は逆なんですよ。その方向で行くと家の中の電気全部つけておかなきゃならなくなるでしょ。で寝るときどうかって言ったら眠りにくくなるでしょ。寝れなく電気つけたまま皆さん寝れます？寝ないでしょ。何かって言ったらもう人殺そう。まあ、僕の母親はそれで早死にしています。74歳という若さで。普通は74歳では死なないです。まあ、そういうことも込みで、僕はね、もうこれ、もう何をどこからどこまで話すればいいのか、その訴訟の件だけでもあれだけあるから、だからもう早く、だから、記載している文章を、例えば機能の内容とか見てもらったら分かると思うんですけども、なぜ終わりがなくなってしまってるか。去年裁判所でも棄却されてる。で、まあ、ただしそれは訴訟費用の給料申請の方かもしれませんけども、いや、まあ、その件自体を棄却されているのかな。けど、証拠の関係は5年間保持されてますから、で、原山整骨院の件は、早くそこは裁判始めなきゃならないんですけども、そこを裁判所の人間が求めてることがわからないっていうことを裁判官が逃げ始めてるか、まあ何かあると思います。普通は開きます。で、訴訟費用の給付申請通して、だって証拠の動画はもう 100GB 超えて出してるんですから、まあ、その裁判官も調べた方がいい。その裁判官に誰か指示を出した人間がいないかどうかも調べた方がいい。で、その指示を出した人間に指示を出した人間がいるのか調べた方がいい。もう本当にややこしいことしてる。で、その、何回も言いますけども、普通に僕の自宅に訪ねに来ないで会いに来る方法は、全部もう違法行為側なんですよ。最初の1回目とかだったらそれセーフかもしれませんよ。例えばあの人に告白したいだとか、それでなかなか自宅を訪ねる勇気がないとか、これは若いうち皆さんあります。だけどもそんなことしていても時間の無駄だから、すぐに家へ行って、はっきりさせようと、そういうような心づもりで行った方が本当にいいんですよ。話早いですから。家に来るっていうのは自宅の中に入って話をするっていうことですよ。でそれは僕の姉が来るわけじゃないですから、僕は姉に来てもらいたくない。僕の姉ですよ、直接の僕の家系のね。それは戸籍分けてるから、もう僕の本当は戸籍の違う姉という形なんですよ。法律の世界でも、もうほとんど他人なんですよ。
直系貴族の件も私も同じですよ。結局裁判じゃ同じことになりますから。まあだから家の横通り過ぎるんじゃなくて、だから佳子ちゃんが僕に電話を今普通にかけてみたらどうです？それでも繋がりません。それだったらもう僕の自宅に来るしかないんですけども、ここに来て、外から声出したらいい。秋篠宮佳子は来ました、秋篠佳子は来ましただとか、河合さんいらっしゃいますかとか、そこで自然と声出せるはずだから。それはその後話しやすくなる、声を出せるようになるから。その辺歩いてる方法だったら声出せない仕組みで、ある程度制御されてるから、コンピューターに電波で、どう考えてもそう。スポーツの勝ち負けの得点の入り方がああいう風な形になったり、頭の中うんぬんとかありますから。あ、これ一般世界で言うと警察官の人に通報しに行った瞬間、受付の前にいる人に多分頭の中大量に取られて、一緒に自分が何を相談しに来たか、何を通報しに来たか、これ忘れたりするんですよ。今もそうですね、頭の中取られてますね。警察官が何をしなきゃならないかって言ったら、相手の頭の中を取るんじゃなくて、相手にしっかりと、言いたいことを言わせてあげること。そうじゃなかったら、ほとんどの人の警察官の場合はそれ発生しないんですよ。だけど一部の警察官の人でそれが発生するんですよ。で、それはその人に悪意があるとかじゃなくて、その人は交通機動課の、白バイ隊員の人だったんですよ。で、一応それは僕は六法全書を持って行って、一般人からの通報で白バイ隊員とかの配置とかを要請したらできるんですよ、有馬警察署に。まあ、要請して来てもらったりしてたんですけども、まあ、夏前に備えて。で、責任問題なんですかっていうことなんですよ。読んだから、だから僕は頭の中通られるのって。取り戻そうを、しっかりと身につけていたらいいんですけども、多勢に無勢なんですよ。で、まあその辺の連中は僕は呼びつけてないし、もしも迷惑防止条例違反って言ってるから、そいつらが頭なんか取られるんだったら分かりますし、あと佳子ちゃんも、いやもしっていう声聞こえてきてるけども、それはやりすぎだから、これだけ歩くのやめてよって言ってるのに、家の横とか通り過ぎたりするの、それもしてしまった後なの。そこについての、反省文を書いてほしいだとか、そういうことを言ってるけども来てないし、3名のボーイスカウト、昔から会いに行ってる子供が、20歳ぐらいになってる映像、それとももうどうでしょう、中学生高校生ぐらいで、その子らと喋ってる時に、その参加人とか補助参加人として参加してほしいって心の声で僕は言いましたよ。だけども本当の一番の正解は共同訴訟人なんですよ。それが一番責任ある行動ですから。普通共同訴訟人だったらお互い電話連絡とかします。補助参加人とか参加人って途中で逃げ出すことできるんですよ。それされたらもう僕190条の方で証言ね、宣誓して、でもうそれしてそこで嘘言ったら10万円の過料が即逮捕の方向だから、そこでも佳子ちゃんが今まで自分がどんなことをしてきたかっていうことを正直に言うしかない。でもちろん僕も鬼じゃないですから、どういうふうな事情でそうなってるのかっていうことはしっかりと聞きます。でそれに対して裏付けがないんだったら、やっぱりそれ相応の対応っていうものを今後、だからもうそれもテレビで公開した方がいい。一般人の人も多分分かってない人多いから、僕も一番最初はそうだったから、電波で聞こえてきて、多分まあテレビ局関係の人間だからそれでいいんだろうなと思って関西テレビに行こうとしていたのが、到着させられたところが毎日放送だったんですよ、関西の放送テレビ局でね。
違うところに連れて行かれるんですよ。電波で聞こえてきて動くと。これもメモしてますかっていうことなんですよ。これメモできてるんだったら、電波で聞こえてきて動いたら違うところに行かされる、違う方向に行くっていうことを分かってない。相手は名前名乗ってきてましたかっていうことなんですよ。で、それに対して何時何分とか日付とかしっかりと決めてましたかっていうことなんですよ。どこで会うとか。決まってないでしょ。そんな状態で来ちゃダメですよ。一般の社会人だったらみんな分かってることですよ。そういうことをしっかりと覚えていただきたいのと、まあ、あとはその体温の取り合いとか、そちらも眠れなくなってるんだったとしたら、まあ、ただフミード様は途中で、もうこっちへ来とくわっていうことで、つながり、その電波での、それ、途中で切れるみたいですね。その電波で聞こえてきてるの。だけど僕は、その遮断方法が分からない。言ったりはしてるんですよ。だからまあ、正直僕の感想は、盾にされてる感しかないんですよ。もともと僕の責任じゃないですから。いや、国会が決めたことだから、国会議員の人たちの責任だし、そこに皇室が関わってるから、皇室の人たちの責任だから、本当はオリンピックとかパラリンピックの勝ち負けで僕は頭なんか渡さなきゃならない理由なんてどこにもないんですよ。で、あとはその国会議員の人たちからしたら、いや、どこそこの国からこういうふうに言われていてだとか、その話が欲しいんですよ。もう実体的なところは。いや、そうじゃなくて、実はテレビ局からこう言われていてだとか。そこには自分たちの娘とか息子とかを働かせてるから、そこにお金を回さなきゃならなくなって、それ開いてしまったんでしょうの話になるんですよ。いや、それも社会にオープンにしなきゃならない。どこに原因があるのかっていうことをはっきりと進んでなかったら、同じことが繰り返されてしまうから、もう今さ、これだけエネルギーの残存量問題が切羽詰まってる時点で、そんなことすら拒む人間が最初から国会議員なんかなっちゃダメ。で、あと新しく追記してるところがありますけども、もう大臣以上になった人の娘とか息子は絶対海外留学なんかしちゃダメ。そんな若いうちから行ったら、学生の頃から行ったら、絶対操られますから、利用されますから。それも皇室も同じ。場数をしっかりと経験して、で、法律身につけて、勇気持って、いや、それ違いますよっていうことをしっかりと言える。で、自分の行動もしっかりした行動ができる。こういう人間にならなかったら、無理ですよ。もう特に、ヘラ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 笑ってる人、絶対無理。何しても。どこの仕事場でも。ホテルマンも笑顔ありそうな気がするでしょ。あんまり笑ってないですよ、忙しい時特に。まず笑わないですね、オーダーテイクする時も。完全に営業スマイルで、もう喋ってる声聞いたら分かりますよ。まあ、今回の件は、まあ、重要なこと言ってるから、まあ、覚えておいてもらいたいんですけども、まあ、その、まあ、その電気が消えてるところの件ですね、そこをこう歩いて行こうとした時もコンピューターがそれ作動して攻撃仕掛けてくるから、まあ、その辺のところで体温の取り合いとか、だから本当は皇室の人たちとトラブルになるような形で、まあ、罹患のケアを使われているような気がするっていうのは、これも正直あります。で、ただし、罹患のケアなのかどうかっていうと、普通に僕は公表とか訪ねに行った時にしっかりと会ってくれたらよかった。だけども会ってくれなかった。海外からしたら公表は悪いっていうことになります。まあ、天皇陛下とか天皇家の人たちが。
自分たちがしっかりと指示出して他の仕事があるにせよ会いますっていうような形にしたらよかっただけですから。何時まで待っといてくださいだとか、これ逃げれば逃げるほど結局カコちゃんは結婚できなくなってるでしょ。僕は結婚させないようにしてるんじゃなくて、カコちゃんが自分から結婚できないように自分でそういう方向にばっかり行動してるんですよ。これはもう今までのアナウンサーとか他の人間も同じで、その本音は淡い系ですけど結婚したくなかったりだとか、実は本当に別に男いましただとか、これは本当のことで、テレビ出てるものだからそれが世間に公にされたら困るからずっと隠蔽していた、これが全て事実ですから。まあ今のところ特に僕はテレビつけて、取り組もうとしてない高校野球に関しては各自の力だけで試合を行ってください。横領罪です、人の頭の中を取るっていうことは刑法です。まあ民事の方でもありますけどね。まあそれはもう損害賠償事件、ということで、これね、あんまり僕も笑わないで言おうとしてるんですよ、これ意図的に。まあ、笑顔の方が何か仲良くしてるようなイメージとかあると思うんですけども、それすると多分僕も間違えたことを言い始めると思います。あそこを気を張って、しっかりと正しいことを言う。仕事真面目に頑張ってる人って、仕事なかなか間違えないでしょ。スムーズに、動いてるでしょ、的確に。その時みんな笑ってないんですよ。だからまあその辺のところを、全て込みで N E の残存量もね、ここまで喫緊、ここまで危ない状態が迫ってき、まあ今またカコちゃんがカコちゃんっぽい声で聞かされてるから分かってるっていう声を。で、それは敬語じゃないから。あと、カコちゃんの顔に関して、またホームページで一応文章化して記載しておきますけども、顔見た時に、ちょっと変な顔に変わってるなっていう時の顔は、以前もこれ言ったと思いますけども、指摘したと思いますけども、カワウソの顔になってる。動物ので、だから河川水門解析玉発電の件で、まだできていないから、いやだから僕がしようとしてるわけじゃないですよ、カコちゃんの顔をそういう風に。だから、一応この動画で、まあ、どれだけの効力があるかわからないですけど言っておきますね。民法720条正当防衛1-2、これは第三者にも適用されます。で、カコちゃんの顔をカワウソのような顔に変えてはダメ、禁止、変えようとしたやつか変わっておきなさい。自然とこう隣を指さしたんだけども、まあ209号室のあの人もはっきり言って足手まとい、奥田さんね。であと2日前にカコちゃんが8月14日来たんだとするのであれば、その21時過ぎに歩いたんだとするのであれば、その時間帯に歩くことはないとは思うんですけども、17時ぐらいからもうどうせ多分もう顔も姿も見てないんですけども、どうせ髪の毛染めてる、調子乗った女ども、あれも整骨院の人間かもしれない。もうそこも元公務員とか公務員の仕事をしてる人間とかの人材派遣会社の人間とかが出入りしてるの知ってるから、例えば郵便局の人間とか共産党の朝倉っていう議員、女性議員出入りしてたとか、議員がいっぱい出入りしていたり警察官が出入りしていたりすること、警察だったものだったりしたものが出入りしてることを知ってるから、
もう一網打尽。もうその17時ぐらいからテレビの方では寝転んでるとか、何々の方ではどうなってるんだとか、それいちいち調べられる。で、その瞬間のことを言ってるのか、21時にその足音鳴らしながら歩いた人間のことなのか、先に調べようとしてくる。鬱陶しい。で、足引っ張ってくる人間がいる以上、その方法で会うのは多分不可能。邪魔しに来るから。他の人間の時はそうだったんですけども、結局その結論をずっと辿っていくと、じゃ あどうかっていうような話になった時に、もうどん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 答えが間違えていく。そうじゃなくて、自分、僕の家に直接来ること、その回数が増えれば増えるほど横、家の横通り過ぎたり、僕の横を通り過ぎたり、回数が増えれば増えるほど大きな罪を犯している。累犯加重、併合罪で、別に僕は刑法で捕まえようとしてるわけじゃありません。本人にその自覚を持ってもらいたいんです。しっかり法律を覚えてもらって。まあ、もちろん迷惑防止条例違反付きですよ。だからしていいことと悪いことを区別つけて、上の人間が行動してもらわなかったら、上から下までそう崩れになるから、だから、皆さんしっかりとご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。だ、国会議員の人たちはだいぶ、ずいぶん前から、この辺歩かない。本当に。歩いちゃダメだっていうことでもう昔から決まってたんですよ。それだったらちゃんと淡井圭介さんに電話かけて、アポイント、連絡つけて、会う日程組んで、で、普通に会って、どういうふうな話をするかっていうところで、物事を進めると。ということです。一番、まあ、河合杏里さんも仕事の件で来ましたって言ってましたから、河川水門会意識玉発言のことではないかもしれないです。以上です。